どうもシンジです。今回のロックンシネマは映画ドッグマンの公開を控えるリュック・ベッソン監督の代表作の一本であるニキータの名シーントップ10を勝手にランキングしました。では参りましょう。10位は誕生日です。警官殺しで終身刑の判決を受け、政府の暗殺者訓練所に送り込まれたニキータですが、トラブルばかりを起こして真面目に訓練に取り込もうとする気配が見えない。その様子を陰で微笑ましく見守っていたボブがニキータの部屋に入って誕生ケーキを持ってくるシーンですね。まあ、戸惑いながらもろうそくの炎を消すニキータに、あと2週間、それ以上は何もしてやれないと言い残し出ていくボブ。必要最小限のセリフと役者の表情だけでニキータの切迫した状況とボブのニキータへの思いが伝わるいいシーンですね。その後決意を新たにした彼女はメイクルームに行き指導を請うのですが、そこでの指導員がジャンヌ・モローですよ。いやー、このキャスティングは見事にハマってましたね。まあ、登場時間は少ないんですが抜群の存在感を放ってました。彼女が出てるっていうだけでなんか箔がつくっていうか、この映画が単なる若造が作ったアクション映画じゃないっていうことを証明してますよね。ニキータが生まれ変わる瞬間を描いたシーンを10位にしました。9位は3人での食事です。マルコとの生活を始めたニキータのもとにボブがやってきて食事をするシーンですね。穏やかな中にかすかな緊張感も出ているこのシーン、嫉妬心を微妙に出しているような演技のボブ役のチェッキーカリーがいいですよね。作り話の昔話をしながらニキータへの思いがちょっと伝わる感じにも聞こえるし、ちゃっかり次の仕事につながる旅券を渡すっていう、まあつなぎのシーンでもあるんだけど、銅の合間の性のシーンとして結構好きなシーンですね。まあ、この作品こういうちょっとしたシーンなのに印象深いのが結構あるんですが、その代表例がこのシーンではないでしょうか。8位は脱獄未遂のシーンです。ボブから政府に雇われた暗殺者としてここで訓練を受けるかそれとも死ぬかの二者択一を迫られたニキータですが、一度部屋を出て再び入ってきたボブを襲い脱出を試みるシーンですね。まあ、その前の裁判終了のシーンでも垣間見れるんですが、ニキータの天性の戦闘能力が見受けられるシーンですね。まあ、この程度の奇襲に引っかかるボブもどうなのっていう感じなんですが、追い詰められながらも肝が据わった行動ができるニキータの潜在能力が出てるシーンですね。まあ、結局諦めざるを得なくなり自死しようとして失敗してボブに足を打たれるんだけど、その時のセリフ、からは一発目だけだっていうのもなかなかね、当時としては新鮮なフレーズでしたね。その後割と最初は空砲っていう設定の刑事物結構あった気がします。7位はニキータとマルコ出会いのシーンです。訓練場を出たニキータが部屋を決めスーパーに向かい大量の缶詰を購入しレジに行くと、レジの仕事について間もないマルコと運命的な出会いを果たすのであったというシーンなんですが、なんかこのシーンってアンヌ・パリローの笑い方とか見てるとジャン・ユーグ・アングラードがアドリブちょいちょい挟みながらやってそうなシーンですよね。まあそうでなければあのめっちゃ自然な対応とか演技うますぎっていう感じなんだけど、まあレジを打つ間のちょっとした目の動きや間の入れ方とかうまいよねこの人は。この後いきなり部屋に誘われてあれよあれよと展開していくんだけど、ニキータというハードな映画においてこのマルコが登場するパートは一服の清涼剤的な役割を果たしてますよね。なよっとしてるようで芯のある男を演じさせたらジャン・ユーグ・アングラードの右に出る者はいないっていう感じで、まあ、キャスティングがハマってますよね。何気ないシーンなんだけど見ててすっごく微笑ましくなるこのシーンを7位にしました。6位は掃除人の登場です。ソ連大使から機密情報を奪う仕事が急遽中止となり、組織は掃除人を送り込んで事態を解決しようとするのであったってことで出ました。ジャンレノ演じる掃除人のビクトルですね。まあ、このキャラを痛く気に入ったベッソンが彼を主人公にしてレオンを描き上げるんだけど、
この映画における総辞人はどんな状況に陥っても仕事をやり遂げようとするプロフェッショナルなんだけど融通の利かない男として描かれてるんですよね。まあ、ゆえに一見冷徹に見えるんだけど、ジャンレノが演じてるからでしょうか、なんか人間味が出てしまうっていう感じで、まあ、彼が演じたからこそこのキャラクターが魅力的になったと言ってもいいでしょうね。で、そんな総辞人ビクトルの壮絶な最後が第5位です。ニキータとビクトルはソ連大使館に赴き機密文書を盗撮する。しかしそれを感づかれて逃げようというニキータの言葉を振り切り、大使館の人間を片っ端から撃ちまくるビクトル。なんとか大使館を脱出する2人だったが、道中でビクトルは息を引き取るのであったというくだりですね。まあ、本当鉄の意志とでも言うか、まあ、こんだけ融通きかない人間を囲っている書籍ってどうなんだって思ってしまいますが、泣きじゃくるニキータをよそに何でも武力で解決しようとするビクトル。一歩間違えれば国際紛争にもなりかねない問題なんですが、そんなの関係ねえとばかりに打ちまくるビクトルが、まあ、現在のベストンともなんとなく重なりますね。まあ、でもちゃんと赤信号で車を止めてから息を引き取るっていう、まあ、意外と最後は交通ルールを守るっていう冷静な行動をとるビクトルが可愛いですね。まあ、ニキータとビクトルの感情の対比がこの映画を物語っているようなシーンもありますよね。ということでニキータ名シーントップ10をお送りしますが、まあ、数年前にねこういう動画出しているんでご覧いただけると嬉しいです。まあ、ビッグベストはねグランブルー、ニキータ、レオン、この3本だけで言ったら最も好きな映画監督って言っていいくらい、まあ、この3本大好きだし、でもやっぱりなんだかんだグランブルーかニキータどっちかかな。まあ、ある意味ルック・ベッソンって監督の映画の要素が全部乗せっていう感じの作品がこのニキータですからね。あ、SF 要素はないんだけどね。まあ、とにかく主要キャラクター3人が最高だし、その関係性もね絶妙だし、まあ、何よりニキータの複雑な事情全てを受け取り彼女に安らぎを与える世界一の優男ジャン・ユーグ・アングラードは最高ですからね。まあ、この作品1990年の作品なんですが、こういうがっつり女性が主人公のアクションものって当時ほぼほぼなかったですし、まあ、パムグリアとかセクシー系の人のお色気アクションものはあったんだろうけどちょっと違うしね。まあ、それこそレオンのモデルみたいなグロリアとか、まあ、女性の主人公アクションってほとんどない時代でしたからね。まあ、そういうのもあって1990年に女性を主人公に描くアクション映画を撮るってやっぱ当時のベッソンって時代の先端を走ってたんだなーってつくづく思いますね。まあ、でも同時期の羊たちの沈黙もそうなんだけど、女性が主人公だと今みたいに男顔負けのタフな感じじゃなくてかなりビビりながら追い詰められている感じで描かれているのが当時の女性の状況を映してますよね。まあ、本格的に女性が主人公のアクションって今世紀に入ってからだと思うんだけど、まあ、その礎を作った作品の一つがこのニキータだっていうことは間違いないでしょうね。まあ、ベッソンの新作ドクマンは予告編見る限り原点回帰をしている部分が結構見られるんだけど、初期の頃のような濃密なドラマパートもねそろそろ復活してほしいなと思う次第です。まあ、とりあえず SF はもう二度と作ってほしくないですね。ってことで過去にルックベストントップ10、そしてグランブルーの名シーントップ10の動画もありますし、この後レオンの名シーン動画も作ろうと思ってますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では後半参りましょう。4位は23歳のバースデーです。ボブと誕生日の食事をするため初めて外出許可を得られたニキータでしたが、到着したレストランでプレゼントとして渡されたのが弾が装填された銃。初めての仕事を言い渡された彼女は標的を始末し命からがら訓練所に戻るのだがというシーンですね。まあ、この映画の第1部の最後であり命がけの卒業検定みたいな感じで壮絶なガンアクションが展開されるシーンなんですが、意外とここ訓練所のゲートにたどり着くまで感情がそこまで爆発しないんですよね。
まあ、この辺が彼女がこの時点で殺し屋としての訓練の成果が現れてるのは見て取れて、まあ、この描き方はいいですね。まあ、泣きながら撃ってたらね、バカっぽいからね。で、帰ってボブに卒業を言い渡されるんだけど、感情を爆発させながら、なぜ冷静になれないっていうボブのくだりが、それあんたのことやんっていう感じで笑います。まあ、部屋を出る際ニキータにキスされ別れを告げられ動揺するボブが、あんためっちゃ惚れてるやんっていう感じで可愛いんですよね。3位はベニスでのシーンです。マルコと旅行に出かけたベニスでいきなり仕事の電話がかかってくる。バスルームに行き銃を組み立て指示を待っている間に隣の部屋にいるマルコが話しかけてくる。過去にどんな罪を犯したとしても構わない、告白してほしいという彼の言葉に涙を流しながら銃を構えるニキータであったという、もう切なさ 200% のシーンです。もうこの時点でね、マルコはニキータがただ者ではないことを承知しながら、それもひっくるめて彼女の全てを受け止めようとしてるわけじゃないですか。まあ、そんな男なかなかいないよね。でもジャン・ユー・アングラードが演じるとそれが自然に見えるから不思議ですよね。まあ、本当天国と地獄っていうか、ドア一枚を挟んで冷徹な世界と愛の世界という真逆の二つの世界を同時に表現してるわけですよね。本当フランス映画っぽい繊細な演出だし、まあ、レオンみたいにアメリカ資本も入った映画ではなく純粋なフランス映画だったからこそ成し得たシーンかもしれませんね。まあ、第一こんなセリフ言ってもわざとらしく感じられない俳優なんて世界中探してもなかなかいないですからね。ニキータが自分の置かれた立場に追い詰められる切ないシーンを第3位にしました。2位はラスト、ニキータが姿を消しボブがマルコの元へ訪ねるシーンですね。最小限のセリフで展開を伝え、役者の表情だけで2人の男がニキータへの思いを語るシーン、もう最高じゃないですか。個人的に今まで見てきた映画全てを振り返ってもトップ3に入るっていうくらい好きなラストシーンですね。これぞフランス映画っていう感じで淡々と終わるんだけど、その一瞬がすっごく心をつかむっていう感じで、まあこういうとこがね、アメリカ映画にないヨーロッパ映画のいいとこですよね。まあ、特にジャン・ユーガ・アングラードは最高ですね。ニキータがいなくなった切なさ、マルコに対する静かな怒り、そして穏やかに彼女に憐れみを求めるような表情、まあ、最後のタバコのところまで完璧ですよね。とてもベッソンが演出したとは思えない自然な演技が最高です。っていうかこれ多分ジャン・ユーガ・アングラード自身の演技プランでやってるよね。チェッキー・カリオの笑顔のタイミングも絶妙ですし、まあ、この2人の男が1人の女を求め合うっていう構図が、まあ、ドラマによりダイナミズムを生んでる要因になってますしね。まあ、グランブルーだと1人の男を男と女が奪い合うっていう構図だったけどね。まあ、こういうキャラクター同士の濃い関係がフィフスエレメント以降希薄になっていったのがベッソンの映画にマジックが失われていた原因だと思うし、まあ、アクション的なストーリーに目が行き過ぎちゃったのかな。俺はこういう人間描写が優れたベッソンの映画が好きなんだけどね。まあ、とにかくニキータをアクション映画とは言い切れないところはこの絶妙なセリフの少なさが気にしてると思うし、セリフの少なさが余計観客の感情に訴えかけるようになってるようで、やっぱりど真ん中のフランス映画ですよね、この作品は。そして第1位はラストの1個前、ソ連大使館から命からがら逃げて家に戻ってきたニキータをベッドでマルコがそっと抱きしめるシーンですね。ほんとこのシーンいつ見ても号泣です。ジャン・ユーグ・アングラードの究極のやさ男っぷりが発揮される、まあ、彼の経歴の中でもベストなシーンの一つじゃないでしょうか。可愛い手だ、この手を守りたい。でもこのセリフでグッときますよね。まあ、そんな繊細なセリフを思いつくベストンは一体どこの惑星に行っちゃったんでしょうかね。まあ、でもこのシーンも
それほどセリフはないんですよ。でもささやくように話すこのシーンにフランス語がまた合うんだわ。この映画絶対字幕で見てくださいね。ほんと恋人同士のやりとりでフランス語が最強ですよね。まあ、全てを知っていながら知らないふりをしたマルコ、それが分かって泣きじゃくるニキータ、ほんともうドアップのアングルで役者の表情と陰影だけで表現してるシンプルなシーンなんだけど、シンプルだけにより感情がダイレクトに伝わってくるシーンですからね。ほんと演劇とかでは絶対できない、映像でしか表現できない最高の演出だと思います。しかしジャン・ユーグ・アングラードっていう俳優さん、ニキータとベティ・ブルーだけなら歴代トップに好きな俳優なんだけど、まあ、今みたいにポリコレで女性が強い映画がいっぱい作られる時代だからこそ、彼のような優男とか演技はね重要になってくると思うんですけどね。まあ、今では絶対に見れない繊細なリュック・ベストンが爆発してるこのシーンを第一位にしました。今回はニキータの名シーントップ10をお送りしました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では今回はこの辺で、さよなら。